クストはアメリカ合衆国の X 線天文衛星。1995年12月30日にケープカナベラルからデルタロケットによって打ち上げられた。当初ザットと呼ばれていたが、1996年はじめにブルーノロッシにちなんでロッシザットに名称が変更された。クストは PCA、PC HE、x と ASM という3つの観測機器を搭載しており、ブラックホール、 中性死亡し、X 線パルサー、X 線バーストからの X 線の時間変化を観測した。2012年1月4日に最後の観測データを送り、翌1月5日に運用を終了した。2012年1月末、NASA は X とは2014年から2023年の間に制御不能状態で落下し、1、1000の確率で人に被害を与える。 可能性があることを明らかにした。このリスクは NASA の人工衛星再突入時に容認しているリスク1、1万よりも10倍高い値であり、2011年秋に落下騒動を起こしたワーズの1、3200、ローゼットの1、2000よりも高い値となる。この衛星は1995年12月に打ち上げられたもので NASA の軌道上デブリに関する最初のガイドラインが 作成される4ヶ月前であった。なお、クストは、軌道変更のための推進薬を搭載していない、衛星のため、軌道投入後も、再突入の制御を行うことはできない状態であった。ただし、この衛星の軌道傾斜角は23度と低いため、中高緯度地域へ落下することはない。クストによる、観測データは、一般相対性理論により予測される、 完成形の引きずり効果の証明に使用されている。2006年1月、中間質量、ブラックホール候補である M82X-1 の位置決定に使用されたと発表された。2008年4月クストの観測データは知られているうちで最小のブラックホールのサイズを推測されることに使用された。ありがとうございます。